はい、こんにちは、谷垣です。今回の月刊イソプレスでは、家族でもね、子供さんでもこう楽しめるね、海上釣り堀をね、紹介したいと思います。海上釣り堀ではね、マダイ、シマアジ、ブリとかね、こう日頃海釣りでね、なかなか出会えない魚ね、これがね、気軽にね、狙えるところがね、魅力です。それではね、釣り方のコツやね、また釣り堀内のでね、注意点などをね、お話ししていきたいと思います。釣り堀はね、大きいこう生けすになっているんですよね。でその生けすの中にね、タイ、シマアジ、ブリ、そういう高級魚がね、入ってます。中でもね、1メーターほどあるようなブリとかがね、いるんでね、でそれをかけるとね、普段ね、全然味わえないようなね、引きをね、楽しむことができます。自分でね、釣った魚をね、持って帰ることができるんで、また家でね、美味しく食べるのもね、楽しいと思います。それではね、海上釣り堀でね、使うタックルのね、紹介をしたいと思います。竿はね、レンタルの竿でね、貸してもらえるところも結構あるんですが、中でね、こうやってるとね、自分のね、マイ竿が欲しくなってくることもあると思うんですけども、ね、そういう時にね、何を選んだらいいのかって悩むことが結構あるんですけども、ね、海上釣り堀のね、やっぱり専用の竿ってあるんですよね。でその中でも僕は3メーター50ぐらいのね、長さがちょうど使いやすいかなと思います。リールはね、スピニングリールで、3000番からだいたい4000番ぐらいね、ぐらいを使ってもらえるといいと思います。仕掛けですけども、いろんな釣り方があるんで、いろんな仕掛けの仕方があるんですけども、一番簡単なのはね、セットで仕掛けになった浮きもついたセット仕掛けっていうのをね、海上釣り堀用とかって販売してるんでね、それを使ってもらうと、楽にね、仕掛けがね、作れると思います。じゃあ実際にね、実習の方をやってみたいと思います。はい、まずね、餌のつけるね、これエビです。エビをね、こう針にもこうちょんってこう刺してもらえるだけでね、こういう感じで刺してもらいます。棚はね、ここのね、やっぱりこう行ったところの従業員さんにね、どれぐらいで釣ったらいいのっていうのを確認してもらって、何キロ何メーターって言ってくれると思うんでね。でこれここに回してますね、ここまで浮きが来るようにしてます。じゃあ次、振り込みですね。振り込むときは上からっていうのはもう危ないんでね、必ずやらないでください。下からこうね、掘るようにしてください。それでこう餌のついたハリスを持ってもらって、糸をね、こう押さえて、でベールを上げて、はい、この状態から振り込みます。はい、それで浮き止めがね、だいぶ上の方だったんで、それがね、下まで来るまでこう糸を出してもらう。で出たなって、あそこまで行ったなと思ったら、これでね、ベールを戻してもらって、はい、これで待つでね。食わないときね、そのままほっといてもね、食わないんで、誘いをかけてあげるっていうのも大事なんで、誘いをかけるときね、竿をこう振るとね、周りにいてる人に当たるので、そのまま自分の方へこうスッと軽く1回ぐらい巻いてあげてね、こう餌を動かすっていうことをね、やってもらったらいいと思います。当たり。魚がかかった時はね、こう魚を怒らせないように、ゆっくりで、ね、いいんでね、こう竿を立てて竿でいなすっていうことでね、
こう順番にゆっくりゆっくりゆっくりこう立てて、で竿が伸びた部分だけ巻いてあげる。突っ込んだ時は竿を戻してあげるね。それで怒らさないようにこう立てて、その余った分だけをこう巻いてあげて、それで巻いたらまたゆっくりゆっくりねこう竿をね起こしていく。はい、でこれで空気出したら、もう吸ったらもうこれでね上でねゆっくりとすくえるんで、自分の方へ竿を立ててね、こう竿を立ててこないと魚は寄ってこないんでね、こう竿を立ててタモで、はい、魚を入れます。はい、釣れました。このね針外すとき、魚からね針を外すときね、これ気をつけてもらいたいのが、タイの歯は鋭いですね、ならねここ口に持っていくとね指が怪我します。だからこれ外すときはほんまに気をつけてね。でペンチなどでもいいから、こうやってピッと外してあげるとね軽く外れますね。で魚を暴れて持ちにくいとかってなると、そういうときはねこういう魚バサミね、こういうのを用意してもらってね、こう握るとこう開いてくるんでね。でこれの魚の下顎ね、下顎のとこにこう引っ掛けてあげるね。でこうすると魚は持てるんでね。ね。で絶対に口に手は持っていかないでね。はい。じゃあこれをねスカリの中に入れます。でこのまま持っていったらね、こうスカリの中でね、この落ちないようにね、こうここで、はい、離します。ほい。はい、これで入りました。皆さんいかがでしたか、ね、釣り堀はねシーズン問わず、ね、いろんな魚がね狙えるのでね、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。